年ぐらい前に借りてずっと欲しいなと思って探してたボックスアンプ買いました。AC4、AC4 ですね。最近ちょっと友達がその AC30 買ってめちゃくちゃ良かったんですけど、音がもうでかすぎるんですよね。あの防音室がないと無理やなと思って。おそらく64年で、JMI キーですね。借りたやつは改造しないといい音がしないって言われてたんですけど、これなかなか結構気に入ってる音です。これレスポールジュニア56年で弾いてきます。途中でこのイコライザーちょっとかけてトーン足したりしてみます。ハイトレブル10でもハイが抑えめで優しい音しますね。ちょっとこれでちょっとハイを上げたりハイとミドル上げています。けると結構 AC30 に近いような気します。ちょっとハイができてないのが一歩グッと上がる感じがしますね。トレモロかけてみます。結構おまけのトレモロ。かかりが弱い。こっちのボリュームの方がかかりが強い。じゃあ歪ましていきます。ミドルのジューシーな歪みですね。ちょっともうちょっとハイが欲しいかなっていう。これトレブル10でこの感じです。この歪みでも結構まあちょっとかっこいいのはかっこいいんですけど、これをかけるとさらにかっこよくなるんで、これかけると AC30 に近い気するんですけどね。ちょっと行ってみます。
これかけると、これなしやとちょっとあの灰ができてないけど、うん、これかけるとなかなかいいっす。改造しせんと使えないっていう話だったんですけど、このまんまこれをかけるとめちゃくちゃいいですね。なんか、うん、なかなかいい。これかけると AC30 にだいぶ近い気します。うん、なかなか買ってよかったです。